宝石ってとっても綺麗よねー。何してるんだ霊夢。ちょっと最近宝石を買ったんだけど、綺麗すぎてずっと見ちゃうのよね。宝石って身につけてると華やかな気持ちになれるし、なんだかいいわよね。まあそうだな。特にダイヤモンドはやっぱり綺麗よね。以前マリサに、ダイヤモンドが美しい理由を解説してもらったこともあったし、そういえばそんなこともあったな。確か計算された最も輝く形と、ダイヤモンドの特殊な性質によってあの輝きが実現しているのよね。そう思うと宝石を見る目も少し変わってきちゃうわ。ああ、その通りだぜ。そういえば、霊夢はダイヤモンドがどんな風にできるのか知ってるか。どんな風に、ダイヤモンドとかの宝石って地面の中でできるんでしょ。でもほんのちょっとしかできないってイメージがあるわ。地面の中でできるっていうのは正解だが、ちょっとしかできないわけではないぜ。宝石ってのは実は山のようにあるんだ。ダイヤモンドだって惑星レベルでできることだってあるぜ。惑星レベル、一体どういうことなの？実は宇宙には、ダイヤモンドでできた惑星が存在しているんだ。え、そんな星があるの？とっても気になるから、その話を私にも詳しく教えてほしいわ。わかったぜ。ということで今回は、ダイヤモンドでできた惑星、について解説していくぜ。よろしくお願いするわ。それで、ダイヤモンドでできた惑星なんて本当に存在するのかしら？ああ、この惑星が初めて見つかったのは2012年のことだ。割と最近のことなのね。この惑星は、上座55番星 E、と呼ばれており、上座55番星 A、という恒星の周りを回っている惑星の一つだ。また、地球からの距離は約40光年と考えられており、恒星である上座55番星 A 自体は裸眼でも見えるらしいぜ。へぇ、結構近いのね。また、直径は地球の約2倍、質量は地球の約8倍程度で、分類としては巨大地球型惑星、スーパー、アース、とされている。地球の倍の大きさってことね。そして何よりこの星の特徴なのが、惑星の質量の3分の1以上がダイヤモンドからできているということだ。3分の1がダイヤモンド、そんな凄すぎる惑星が存在してたのね。ああ、この惑星の全質量は地球の8倍であるため、この惑星の中には地球3個分のダイヤモンドが存在していることになるな。なるほどね。ちなみに宝石は約 0.2g で1カラットと呼ばれ、ダイヤモンドの場合は1カラット100万円ほどで取引される。地球3個分のダイヤであれば、約10の29乗カラット、つまり10乗カラットってことになるな。10乗カラット。そんな数字初めて聞いたわ。乗は、万、億、兆、計、外、除に続く数字の単位だ。まあ宇宙レベルの話でもなければ使うことはないだろうな。私生活で使うことは今後なさそうね。けど一体どうしてこの惑星は、こんなにダイヤモンドだらけの惑星になってしまったの？地球との違いが全くわからないわ。ダイヤモンドだらけの惑星になったのにはいくつかの理由があるぜ。まず一つ目は惑星の成分だ。成分？ああ、霊夢はダイヤモンドってのはそもそもどんな原子から成り立っているのか知っているか？ん？全然わからないわね。実はダイヤモンドというのは、たくさんの炭素原子からできている。炭素？炭素って、鉛筆の芯とか炭とかの成分よね。そうだぜ。じゃあ炭とダイヤモンドは同じものってことなの？いや、成分は変わらないんだが、その構造が違うんだ。構造？ああ、全く同じ元素から成り立っていても、その構造の違いによって物質の性質は大きく異なる。例えば炭は、炭素原子がランダムに結合しているような形をしているし、鉛筆の芯などの黒鉛はグラファイトと呼ばれ、六角形の板が重なっているような構造をしている。そしてダイヤモンドでは、炭素が正四面体の形に規則的に結合した構造となっている。こんな風に同じ元素からなる物質でも、そのミクロな構造によっては全く異なる物質になる場合もあるんだ。へぇ、構造が違うだけで、同じ炭素が炭になったりダイヤになったりするのね。知らなかったわ。まあその話は置いといて、つまりダイヤモンドが大量にできるためには、それだけ大量の炭素が必要になるわけだ。確かにそうね。例えば地球の場合、酸素、シリコン、アルミニウム、鉄などの元素が主成分として存在している。そのため炭素の割合は実は少なく、地球の内部にはその質量の1000分の1程度の炭素しか含まれていないんだ。へぇ、地球の炭素って意外と少ないのね。しかし、上座55番星 E の主成分は、炭素や鉄などからできている。そのため、炭素からなるグラファイトやダイヤモンドが大量に存在可能なわけだ。なるほど、そもそも主成分の炭素が大量に存在するから。ってことなのね。その通りだ。しかしこれ以外にももう一つ大きな理由があるぜ。それが惑星の過酷な環境だ。惑星の環境？ああ、さっき同じ炭素元素からなる物質でもその構造の違いによって、炭やグラファイト、ダイヤモンドなどに分かれるという話をしたな。ええ、そうね。では、仮に炭素原子が集まってこれらの物質になるときに、この中のどの物質になるのかはどう決まると思う？つまり、どんな条件なら炭ができて、どんな条件ならダイヤモンドができるのか、ということだ。ん？そう言われてもわからないわね。確かダイヤモンドとかの宝石って地面の中でできるのよね。だったら圧力とかが関係してたりするのかしら？いい線言ってるぜ。実は炭素原子がどんな構造になるのかというのは、その温度や圧力が関係してくる。例えば、炭を空気を遮断した状態で加熱すれば、炭はグラファイトへと変化するし、そのグラファイトをさらに高温、高圧にすれば、ダイヤモンドへと変化する。こんな風に温度や圧力が過酷であれば、炭はグラファイトになったりダイヤモンドになったりするわけだな。
実際に地球でダイヤモンドができる時も、地下 100km という高温、高圧の環境下でしか生成されない。地上で見つかるダイヤモンドも、火山の噴火などによってマグマと一緒に上昇してきたものなんだぜ。そうだったんだ。地中深くで宝石ができるのは温度と圧力が関係してたからなのね。そんな過酷な環境でしかできないなんて知らなかったわ。ちなみに蟹座55番星位では惑星の表面がグラファイトで覆われており、そのすぐ下には大量のダイヤモンドの層があるとされている。そのためこの惑星では簡単にダイヤモンドを取ることが可能だぜ。少し掘ればダイヤがザックザクってことね。魅力的な惑星じゃない。けどあれ、ダイヤモンドって地中深くでしかできないんじゃなかったかしら。それに表面を覆ってるグラファイトだって、確か高温じゃないとできないはずよね。いいところに気づいたな。霊夢の言う通り、グラファイトやダイヤモンドは高温でないと生成されない。つまり、この惑星の表面温度は非常に高温なんだ。高温って、一体どのくらいの温度なの？表面温度は約2150度にも及ぶと考えられているぜ。2150度って、どのくらい熱いのかの想像もできないわね。まあ例えるなら、仮装する時の温度が800度程度、鉄が溶ける温度が1500度くらいだな。鉄が溶けるよりも熱いって相当ね。けどどうしてそんなに熱い惑星なの？太陽みたいに光ってる恒星ではないのよね。ああ、この蟹座55番星 E という惑星は、恒星である蟹座55番星 A の周りを公転しているんだが、この恒星と惑星の距離はたったの233万キロメートルしか離れていないんだ。いまいちわからないんだけど、それって短いのかしら？ああ、かなり短いぜ。地球と太陽の距離は、1億4960万キロメートル離れているため、それに比べるとたったの65分の1の距離しか離れていないことになる。そんなに近いんだ。これは発見当時では最も短い公転半径で、現在でもかなり短い部類に入っている。ちなみに、この惑星から空を眺めた場合、地球から見た太陽の60倍の大きさ、そして3600倍の明るさで輝く恒星が見られることになるぜ。3600倍ってすごすぎるわね。それだけ近くて明るかったら、2000度以上になってもおかしくないわね。とまあこれがダイヤモンドの惑星である理由だな。つまりは炭素が太陽にあって、高温な過酷な惑星だからってことね。他にも惑星の質量とか関係してくる要素はいろいろあるが、そんな感じの認識で問題ないぜ。また、この惑星は蟹座55番星 A の周りを18時間くらいで公転している。つまりこの惑星では1年がたった18時間しかないわけだ。1年が18時間、私たちの地球とは違いすぎて全然想像がつかないわね。まあ想像できないのも無理はないだろう。宇宙なんて理解しがたいことばかりだからな。やっぱり宇宙ってとんでもない場所なのね。けど、そんなに熱くて過酷な惑星なんだったら、ダイヤモンドを取りに行くなんて不可能そうね。せっかくダイヤだらけの神秘的な星なのに、なんだか残念だわ。確かに現時点では不可能だが、諦めるのはまだ早いぜ。さっきも言った通り、この惑星はあまりにも恒星に近い軌道を回っている。そのため、将来的には恒星の重力によってバラバラに砕けてしまうのではないかと考えられているぜ。だからもしかすると、砕けた後の塊を回収できる日がいつか来るかもしれないな。まあ現実的な話ではないんだがな。そうなんだ。巨大なダイヤモンドが砕け散るってなんだか面白そうね。あれ、けどちょっと気になることがあるんだけど、ダイヤモンドが砕けるっておかしいんじゃないかしら。ダイヤモンドってものすごく硬い物質じゃなかったっけ？砕けたりすることって本当にあるの？まあ確かにダイヤモンドっていうのは天然で最も硬い物質だ。だがダイヤモンドは意外と簡単に割れるんだぜ。そうなの？ああ、よく勘違いされることもあるが、硬いことと砕けにくいことは全くの別問題だからな。ダイヤモンドの硬さっていうのは、簡単に言うと引っかいた時の傷つきにくさを表している。しかしハンマーなどで叩かれた時の砕けやすさは水晶とほぼ同じ程度であり、簡単に砕けてしまうんだ。それにもしダイヤモンドが砕けにくいのであれば、ダイヤモンドとかの宝石でできた実用的な剣も存在しているはずだ。しかし実際にはそんなものは実用的ではない。ダイヤの剣と鉄の剣が戦えば、間違いなくダイヤの剣はすぐに砕け散ってしまうだろう。そうなの？でもゲームとかだとダイヤでできた剣とかが出てくることはあるわよ。それはただ単にゲームだからだぜ。確かに金属は衝撃を加えると、その衝撃に耐えられずに傷ついたり、変形することもある。だが逆に考えると、金属は力を加えても変形することができるため、砕け散ったりすることは基本的にない。しかしダイヤモンドが衝撃に耐えられなくなった時は、硬すぎて傷ついたり変形することはできない。つまり限界に達したダイヤモンドは、もう砕け散るしかないんだ。へえ、そうだったのね。まあつまりはダイヤモンドは硬すぎるがゆえに脆いってことかしら。そんなところだな。じゃあ本当にダイヤモンドの惑星はそのうち砕け散ってしまうのね。けどせっかくの巨大なダイヤモンドが砕けてしまうっていうのもなんだか残念な気持ちになっちゃうわね。まあそうだな。だがこの惑星が砕け散ったとしても、最近の研究では、宇宙にはダイヤモンドでできた惑星が何兆個もあるだろうと言われているんだぜ。何兆個？ああ、仮にダイヤモンド惑星が惑星10億個中に1個しかなかったとしても、宇宙には計り知れない数の惑星がある。そのため何兆個ものダイヤモンド惑星があったとしてもおかしくはないだろう、と考えられているぜ。
なるほど、宇宙にある惑星の数がそもそも膨大すぎるから、全く気にする必要はないってことね。そうだぜ。とまあ今回の解説はこんなところかな。ダイヤモンドでできた惑星なんて、なんだか神秘的で面白かったわ。宇宙にはまだまだ面白い惑星や星がたくさんあるぜ。そうなのね、もっといろんな星の話も聞いてみたいわね。ああ、私たちに身近な太陽系の惑星だって、面白い性質をたくさん持ってたりするしな。また暇な時に解説するかもしれないぜ。期待して待ってるわ。今日もありがとうマリサ。どういたしましてだぜ。ということでそろそろ終わろうと思うぜ。わかったわ。ご視聴ありがとうございました。